ただいま紹介いただいた、ライフサイエンス統合データベースセンターの太田と申します。で今日朝、皆様昨日の、講習会も参加された方が多いかと思うんですけれども、今日の、朝の、講習は次世代シーケンスデータベースの使い方ということで、私が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。で紙でお配りした資料を、皆様お持ちかと思うんですけれども、ちょっとそこからいろいろと諸事情により修正がありましてですね、最新版はこっちのインターネットの、ウェブの方にあるものになりますので、パソコンをお持ちの方はそちらを見ながら、話聞いていただけるといいかなと思います。で、ちょっと今日デモとかをいろいろやりたいので、すいません、ちょっと座って、たままで失礼します。ということで、前の方にはこの資料ですね、写しているんですが、見やすいように、多分アクセスしていただくとこんな感じの、資料のウェブサイト出てくるかと思うんですが、こちらではちょっと見やすいようにしておきます。で、次世代シーケンサーの、話ということでですね、今回講習受けられる方に事前にアンケートを、答えていただきまして、次世代シーケンサー使ったことありますか、データ触ったことありますかということをちょっとお尋ねしたところですね、半分ぐらいの方が NGS 使ったことないです、使ってみたいと思ってますみたいな方がいらっしゃって、半分ぐらいの方はもう使ったことがあるという方でしたので、使ったことある方にはちょっと退屈かもしれないんですけれども、割と基礎の基礎っぽいところのから話を、始めたいかなと思っています。で、すでに NGS に自分のサンプルを入れてもうデータも使って解析もしてますっていう方いらっしゃいますか？ありがとうございます。ちょっと退屈かもしれないので、下の方は見て、先に見ていただいていても全然構いませんので、よろしくお願いします。で、基本的にはこの資料を全部読めば分かるように頑張って作っていますが、ところどころちょこちょこと、補足を入れながら、解説をしていこうと思います。よろしくお願いします。ということでですね、今日の、講習の流れなんですけれども、この講習の後にですね、午後に理研の尾崎さんの方から、データの解析について、今回はデータベースについてなんですけれども、午後は解析についての、お話があります。でそこでも、NGS の話とかちょっと出てくるので、なるべく被らないようにということで、やっては、おりますので、合わせて、聞いていただけるとより、分かりやすいかなと思います。で今日はですね、次世代シーケンサーっていうふうに言ってるんですけど、ここでは新型シーケンサー と、言っています。で、定義何ですかそれはっていうことと、あとどうやって使われていますかっていうこと、どういう機械がありますか、それからどういう、シーケンシングアプリケーションというものについて説明をして、どういうデータが出てきますかというところまで、ざっくりと、シーケンサーを使う上での、基本的な、知識を、ご説明します。でその後にですね、新型シーケンサーのデータベースとはということで、データを登録するという話 と、登録されたデータが、どこにあるかということ、それからですね、二次データといって、実際に皆さんがデータをダウンロードして使いやすいようなデータベースをいくつか、ご紹介します。で最後に今回の講習はデータベースの話なので解析についてはあまり触れないんですけど、ちょっとだけ紹介を必要な、資料というか、なんかもし勉強したいという方がこういうのがありますというのをちょっとだけご紹介して、終わろうかと思っています。で昨日はどうだったかちょっと、私分からないんですが、今回課題とかハンズオンで、じゃあ今から時間取ってやってくださいとかっていうのは基本的にはやらないです。でですがこれ、説明しながらちょっとここアクセスしてみてくださいとかってお話しながらしますので、手元のコンピューターで、インターネットつながる人はそれ見ていただければいいかなと思ってます。でまずじゃあ、新型シーケンサーとは何ぞやというところから始めたいんですけど、定義っていうふうに書いてありまして、で次世代シーケンサーっていうふうに言ってるんですが、
もう皆さん次世代シーケンサーって初めて聞いたの何年前だっていうぐらい、ずいぶん前から次世代って言ってて、一体いつからいつが次世代でいつが前世代だというよくわからない感じに、なっています。誰に聞いても次世代っていつですかって言われても分かりませんというふうに言われるので、次世代なんてないんですということでですね、タイトルに思い切り次世代シーケンサーって書いたんですが、最近そういうこと論文を書いて投稿するときにネクストジェネレーションとかって書くと跳ねられるときもあるんですね。もうネクストジェネレーションじゃねえよってレビューアーに言われたりすることもあって、そういうときどうしたらいいかっていう、ちょっとしたティップスなんですけど、超並列シーケンサーとか新型シーケンサーとか、そういうふうに言ってみんなごまかしてます。で英語で書くときはハイスループットシーケンシングとか、ニュージェネレーションシーケンシングとかかなっていうふうに、書いたりしてまして、で、次世代っていうのは、いわゆるこうキャッチーなバズワードなので、あんまりこれっていう定義はないんですけど、基本的にはサンガーシーケンサーの後ですね、2005、2006年ぐらいからですかね、出てきた新しい DNA シーケンサーの、技術を総称して、次世代とか新型とかっていうふうに呼んでいるというふうに理解していただいて構わないと思います。でこの辺もちょっと詳しく説明しますけど、代表的なのよく聞くのは会社の名前でありブランドの名前でもあるんですけど、イルミナのシーケンサーとか、アイオントレントとかロッシュ454とかパックバイオソリッドなんていうのがよく聞く名前です。でこれはそれぞれひっくるめて新型シーケンサーっていうふうに、呼んでるんですけれども、実はその一個一個ですね、どういうケミストリーでシーケンスをしてるかっていうのが、ちょっとずつ違います。で割と、なるほどこうやって読むのかっていうのは調べてみると面白いので、もし興味のある方はこちらの、レビューのリンクを載せておきましたので、こちら見ていただくと、フィギュアとかも結構しっかり書いてあって、どういうふうに読んでいるかっていうのが、分かるかと思います。で、まずそうやって、サンガーシーケンサー以降いろんな新しい技術が出てきて、ざっくりと新型だと言われているというふうなところなんですが、じゃあどうやって使っているかというと、皆さんサンガーシーケンサーは使ったことがないにしても、聞いたこともあると思うんですけれども、違うところがありまして、で新型シーケンサーっていうのは、DNA を、読む機械解読する機械なんですけれども、サンプルの DNA を入れたときにそれをそのまま読むのではなくて、それをまず、DNA を、サンプルから抽出します。で抽出した DNA に、例えば今までだったらそのプライマーとかで増幅した部分を、PCR で増やして、でプライマーつけて、読んでたものをそのまま、入れるんですけど、実はそのままではなくて、まず、フラグメンテーション、その断片化をするんですね。で短い長さに、ズタズタに切ったものを、シーケンサーに入れる。でこれをシーケンスするというふうになってます。でなんでそんなことになっているのかというと、新型シーケンサーほとんどの、場合はですね、なんで大量に読めるかっていうと、それは長く全部端から端まで全部読めるというわけではなくて、大量の短い配列を読めるっていう、特徴があるから、大量に読めるということなんですけれども、その並列に読むためには、その長い1本の DNA をそのまま入れるんじゃなくて、それをズタズタに切って、でそれをドンと入れて、それを全部平行に読んで、それをつなぎ直すっていうことをして、読んでいると、そういうような形になります。でじゃあ どんな感じかというと、ここにちょっと、こっちでは字がちっちゃくて申し訳ないんですけれども、出てきた DNA をまずズタズタに、これは超音波で切ったり、なんかいろんな、方法があるんですけど、ソニケーションとかで切って、で切ったものをシーケンサーに入れると。でシーケンサーに入れると、その切ったぶつ切りの、DNA 断片のデータが出てくるというような形になります。でこんな感じですね。でつまり例えば何百何千ベースの、領域が見たいと思っても、それがそのままこうシーケンサーからどんどん出てくるわけではなくて、例えばそれが100ベースごとにこうぶつ切りになったような、ものが出てくるわけです。ですからそのまんまだと、
例えばまあ70とか100ベースの断片が大量にダーッとあるだけで、それがこうじゃあどこの遺伝子のどこのとかっていうことはそのままではわからないわけです。ですのでじゃあどうするかっていうと、そのぶつ切りになった配列の断片と、これをまあNGS の用語というか、まあ、リードっていうふうに呼んでるんですけれども、そのリードを、元の長さに、まあ、元の長さに完璧に復元はできないですけど、まあつなぎ合わせて復元するということを、やる必要があります。でそのためには2つ、手法、大きく分けると2つ手法があって、まずはそのリードの端っこと端っこがこう重なる部分をこうのりしろのようにつなげてこうずっと長くくっつけていくアセンブルっていう手法があります。これ上の方ですね。これはそのリードのこの短い配列断片がたくさんある中から、こう例えば端っこのまあ何ベースとかをが重なっているところをつなぐっていうようなことをしてくれるソフトウェアがあるんで、それを使ってずっと長くつないでいくと。で新規 の、 あの生物種 の、 あのまだゲノムが読まれてない生物種なんかは、こういう形で貼り合わせてずっと長くしていってゲノムを解読するというようなことをされることが多いです。でもう一つこの下に書いてあるのがですね、リファレンスアラインメントって書いてあるんですけども、例えばヒトマウスとかモデル生物と一般に言われているような、すでにゲノムが読まれているようなもの、もしくは近縁の種のゲノムが読まれているというような場合にはですね、そのゲノムを、まあ、リファレンスお手本参照配列として、この例に、ペタペタとこう貼り付けていく。で貼り付けていって、貼り付けたものを、つないでいったりとか、まあリファレンスゲノムの例えば遺伝子この領域にたくさんここ貼り付いてますねとか、リファレンスの部分とここ1塩基だけ違いますねとか、そういうようなことを、やっていくっていうのがリファレンスアライメントになります。ですのでこの、まあ、ズタズタに切られたリードが出てくるんだけれども、その後このアセンブリーとかリファレンスアライメントとかっていうような作業をしないと、何にもデータそのまま見ても何もわからないというようなものになります。でじゃあこれができましたと、つながった1本の配列が、まあ、1本になることはほとんどないんですけど、まあ、つながった配列が出てきましたとか、まあリファレンスのゲノムとの差分が分かりましたとかっていうようなことになった後にですね、例えばまあじゃあどこの遺伝子のどの部分に変異がありますかとか、例えばまあ RNA のシーケンスだと、どの遺伝子がどれぐらい発現してますかとか、サンプル間で どこが発現がの差がありますかとか、そういうような目的に応じた、まあ、特徴の抽出であったりとか、まあ、あとはアノテーションをつけたりとか、そういうようなことを、する、もしくは統計検定をするということで、データの解釈をしていくというような流れになります。こんな感じですね。で、大体まあ、上は先ほど新規のゲノムを読む場合が多いというふうに言ったんですけれども、まあ、アセンブルをしたものは大体その、まあ、一本につながらないので、その後、ギャップクローズしたりとか、あとはまあ遺伝子領域の、まあ、推定をしたりとかですね、まあ、あとは、まあ、それこそORF 見つけてブラストに当てるとか、そういうようなことをやって続けて、まあ、ゲノムのアノテーションをやっていくというようなことになります。でこれも結構大変なんですけど、でそれから、下のアライメントの方に行くと、まあ、今申し上げた通りまあ、変異の解析をしたりとか、あとはまあどれだけのリードが貼り付いたかっていう、そのここに例えば下にリファレンスがあって、でここにこうペタペタペタとここ4本リードが貼り付いてますと、こういうここにいくつ貼り付いたかっていうのをカウントすることで、実際サンプルの中にどれぐらいの例えば RNA の分子がどれぐらいあったかとかっていうことを数えたりするということで、定量をするというようなことをやったり、あとは、まあ、ピークコーリングっていうですね、例えば転写インチの張り付いている箇所を見つけたいとかっていうような場合だと、ここにペタペタペタと張っているリードがどれぐらい、まあ、敷地を超えるとここには転写インチがくっついていたでしょうみたいな、そういうような解析を、していくわけです。で、ここにも書いてますけど、まあ、新型シーケンサー、やってみたいとか使いたいとかっていうふうに言われる方もで時々ですね、なんかこうサンプルを入れてズドンでなんとかなるんでしょみたいなことを言われるんですけれども、なんともならんのですね。何でもできる機械っていうところがやっぱり今すごく注目されているところで、単に DNA を読むだけではなくて、そのたくさん並列ができるっていうことはすごく網羅的に調べられるっていうことなので、工夫次第では本当にいろんなことが計測できます。
で、逆に言うと本当に何もノーアイディアで DNA を入れても本当に何もわからないようなデータが出てきて、これ解析したいんですけどって言われて、これじゃあ何のシーケンスなんですかって、いや入れただけなんですけどみたいなことを言われてですね、どうしようもないというようなことになってしまいかねないというものでもあります。でですね、まあこういう形でまあざっくりこう説明してきたんですけれども、じゃあ改めてそのサンプルからこう、じゃあもう論文の、極端な話、論文のフィギュアまで行くためには何をしたらいいのかっていう話なんですが、まずその DNA を抽出する、まあ断片化もするっていうことをした後に、シーケンサーに入れると。で、シーケンサーに入れるとデータが出てくると。で、先ほど見た申し上げた通り、データをこう貼り合わせてこうつないでいくというようなデータのプロセッシングっていうのをやって、で、その後に、まあ、統計解析したりとかっていうことをして、で、プロットになるというような流れになっていますが、まあ、この講習ではですね、まあ、この講習ではという注意書き付きなんですけれども、シーケンスの後の、ペタペタ貼り合わせるところをデータ処理っていうふうに、呼んでまして、で、その後の、統計処理のようなところをデータ解析っていうふうに、呼び分けて、説明をしています。で、この辺は結構曖昧というか、全部まとめて解析って言ってる人もいますし、この次の、理研の尾崎さんの講習では、こっちの、ペタペタ貼り合わせるところを定時解析といって、その後の、特徴量抽出をするようなところを、高次解析というふうに呼んだり、されています。で、他のになんか例えばソフトウェアのドキュメントによっては、まあ、なんか全部何も区別なしで一括でやっていたりとか、そういうこともあります。で、まあ、こうやって皆さん講習会来ていただいて、どれぐらいの方が普段コンピューター使ってる、どれぐらいの方が普段ベンチワークされてるかわからないんですけれども、NGS の解析、今これサンプルありまして、で、まあ、DNA 抽出は当たり前ですけど、ベンチワークで、DNA 抽出して、で、まあ、大体シーケンサーの試薬のキットがあるので、それに入れて、シーケンサーにガチョンと入れてあげると。で、その後はもう全部コンピューターの作業なんですね。で、ここの解析をして、まあ、データの処理をして、解析をして、で、フィギュアを作ってっていうような、この後は全部もう基本的にはコンピューターの作業になります。もちろんこの解析をした後にバリデーションの実験をしたりとかでベンチに戻ってくるってことはあるんですけれども、まあ、どうでしょうね。まあ、ここのサンプルの DNA を作るところも昔は結構時間がかかってたんですけど、最近は試薬がどんどんアップデートされて、すごく短い時間で機械や試薬がちゃんあれば、シーケンサーに入れる DNA の調整っていうのは簡単にできるようになってきてはいます。まあ、そうするとやっぱりここのサンプルを集めたりとか、保管するようなところの、コストはまあそれなりにかかるんですけど、やっぱりこのデータを解析するっていうところの、コストがそれなりに、他の実験技術に比べると高いのかなというふうに、思っています。で、まあ、ベンチワークの後は、まあ、シーケンスをします。で、まあ、DNA って言ってるんですけども、ゲノムの DNA はそのままこう、そのままというか、まあ、ホールのゲノムとして入力するシーケンサーに入れる場合もありますし、例えばエクソム領域だけをこうプライマーで増やして、エクソム領域だけをこう入れる場合もありますし、例えば、まあ、メッセンジャー RNA を移ってきて、で、それを逆転写して DNA にしてシーケンサーに入力するということもあって、まあ、先ほどから言っているようにいろんな使い方を、するんですけども、これが、まあ、いわゆるシーケンシングアプリケーションというふうに言われているものです。で、まあ、シーケンサーからデータが出た後は、もう本当にもういろんなこうソフトウェアを使ってで、プロットをするというようなことが、必要になります。で、ここにコンピューターの絵、これコンピューターの絵なんですけど、コンピューターの絵が描いてありますが、よく新型シーケンサーで話に出るのが、例えばなんかこうすごい大きいスパコンみたいなコンピューター使わなきゃいけないんじゃないですかとか、この私のね、MacBook で解析できますかとかっていろんな方に聞かれるんですけども、本当にそれはよりけりで、例えば大腸菌の株のゲノム読みましたとか、そういうような場合であったら、大体の場合は、まあ、例えばこういうなんか皆さんお持ちのラップトップであったり、もうちょっと大きいデスクトップのコンピューターで、よく使われているソフトウェアが動けば解析できますっていう時もありますし、例えばなんかこうすごい大きい植物の DNA 新しく読んだってこれつなげたいんですけど、僕の MacBook でできますかって、多分それできないですね。で、そうやっていろんなこう種類があって、で、じゃあ何がそのどういうデータだったらちっちゃいコンピューターでよくて、どういうデータだったらすごい大きいコンピューターじゃないといけないかっていうのは、
いくつか要因があるんですけど、例えばサンプルの数が多ければそのこなさなければいけないその計算の量が多くなるので、大きなコンピューターが必要になりますねとか、あとはそのシーケンサーで読んだデータもすごいそんなに大きくないものからものすごい大きいものまでたくさんありますので、どれぐらいシーケンスをするかとか、どのシーケンサーの機械を使うかとかによっても、また変わってきますし、あとその生物種のゲノムのサイズがどれぐらいですかとか、ゲノム の構造がどれぐらい複雑ですかとか、そういった用途にも、変わってくるので、よくシーケンサーの解析をよくやっている方でもとりあえず何も情報なしにこれどれぐらいでかかりますかとかって言われても分かんないですっていうふうに言われちゃうんですね。なのでここは意外とポンと分かるものではなくて、例えばデータの一部を切り出して、でそれをちょっと計算試しにやってみたら、これぐらいかかるからトータルでどれぐらいかかるねとか、例えばそういうようなことをやって、じゃあこのコンピューターじゃ無理だねとか、じゃあ遺伝研のコンピューター借りに行きましょうねとか、そういうようなことをする必要があります。なのでここの部分に関しては、本当に寄り切りと言ってしまったらもう本当に身も蓋もないんですけれども、なかなかここを推定するのは難しいということを覚えておいていただけるといいかなと思います。でそれから、次にですね、さっきからシーケンサーシーケンサーってずっと言ってるんですけれども、シーケンサーの機械っていうのがありまして、シーケンサーの機械を直に触ったことがある人いますか？はい、ありがとうございます。意外といらっしゃらないですね。直に触ったことはなくても見たことはあるっていう方ありますか？多分兄弟だったら結構いっぱいシーケンサーあるんじゃないですかね。そんなことはないから、ありがとうございます。シーケンサーはすごく高いです。高いのでその辺にコロコロ転がっているものではないんですが、最近日本の大学行くと結構いろんなところにコロコロ転がっているんですごいなと思うんですけど、ここに表があります。でこれは横軸が、さっきから言っているその断片化した、DNA を出しますというふうに言ってるんですけど、じゃあどれぐらい長い断片を読めますかっていうのが、この横軸になります。でこれログ取ってるんですけど、でこっちの縦軸が、ギガペースパーラン、ランっていうのはその1回サンプルを入れてポチッとなって押してポンと出てくるまでのその1回のシーケンスの単位をランっていうふうに呼ぶんですけど、その1回のランあたりにどれぐらいギガベース読めるか、っていうことで、右に行けば行くほど長く読める、縦に行けば行くほど、数が多く読めるっていうようなものになります。でここの一番下にあるのがこれ3画シーケンスですね。で、だいたい 700-800 ベースぐらいですか、こんぐらい、読めるというけれども、全然出てくる量は大したことないと、皆さんご存知の通りです。じゃあ新型って言われているものは、どれかと言われると、これ全部みんなNGS とか新型とかなんとか言ってるようなものでして、でもその中でもだいぶ幅があって、例えば、今一番大量に読めるっていうシーケンサーがこの一番上の方にあるハイセック10っていう、X かな、 X か、ハイセック X っていうやつなんですけれども、これがですね、去年かな、今年かな、去年かな、長らく言われていた1000ドルゲノムっていう、1000ドルで人1人分のゲノムを解読するっていうようなことを初めて成し遂げたシーケンサーだというふうに宣伝をしていまして、なるほどそれはすごいと思うんですが、それを蓋を開けてみると、この機械を10台並べて並列に頑張ってやればなんとか1000ドルで読めますっていうようなことだったので、それはどうなのかなと思うところもあるんですが、例えば大きいコホートの研究をしているようなところですとか、たくさん の患者さんのサンプルをもらってきて、どんどん計算をしなきゃいけないとかっていうようなところでは、これが本当にたくさん入っていて、もう本当に工場のようにガンガン動いているようなものです。で機械も高いんですけど、それだけたくさんの、リードを読めるってことは、その1回のランでたくさんの患者さんの、DNA を例えばラベルをつけていっぺんに読めるってことなので、相対的にお値段はランニングコストはお安くなるということなんですね。なのでこういうような新しいシーケンサーが出てきたら、みんなそれを買って使っていると。でこれがだから最新機種なんですけど、どこにでもあるようなものではないです。どこにでもありそうなのはハイシークの2500とか2000とか、この辺はちょっと大きいラボに行くとあったりしますし、このマイセックっていうこれデスクトップ型っていう、ベンチトップって言ってますかね、ベンチトップのやつとかは、見た目可愛くて割とその辺というか、その辺って言ったら失礼ですね、いろいろなラボでも導入してるのを見かけます。で
最初の頃に、次世代次世代って言われてた時の、ものがこの、GA2 っていうやつとかこの GSFLX っていうのがかなり最初期に出てきたようなものでまだ現役で動いてるところもあるんですけど、GA2 はまだ現役で動いてるところもあるかもしれない、 GS はちょっとないかもしれないですが、この辺のやつが こっちがロシュの、機械でこっちがイルミナの機械ですね。この辺の、シーケンサーから始まってだん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 こうどんどんたくさん長く読めるようにこういうふうに右肩上がりなんですけどこういうふうになっていくものもあり、こっちの右方向に、数は増えそんなにあのオーダーは増えないけれども長さがどんどん増えていく長くなっていくというようなものとかもあります。であとちょうど、さっ先ほどですか、ニュースで見たんですけどあの NASA の、飛行士が宇宙でシーケンサーを動かして宇宙でゲノム解析したったみたいなことを言ってたんですけど多分それがこれこのミニオンっていうやつでこれはあの USB でコンピューターにつなぐとゲノムが読めますみたいな手のひらシーケンサーっていうやつなんですけれども、イギリスのオックスフォードナノコアっていうところが作っていて、多分いくらだったかな、お値段もウェブサイトに行ったら書いてあるんですけど今普通に多分買えると思います。ただ、まだエラーが多かったりとかそんなにこう、なんて言うんでしょう、これからどんどん良くなっていくんだろうなというふうな感じなんですけども、例えばあのフィールドで調査しに行ってそのサンプル持って帰ってくるのが大変だとかっていうようなケースではあのこういう持って行ってあの USB 電源さえあればあの使えるようなシーケンサーというのはかなり注目がされています。ですので、新型っていうけれども、そういうこういうちょっとなんかこう、本当に、ね、手乗りシーケンサーみたいなものもあれば、こっちのパックバイオアレスってこれ1トンぐらいあるんですけど、こんな大きいものもありますし、こっちもあるかな。そういうふうにいろんな種類があるというふうに、覚えておいていただければいいかなと思います。で、この表はですね、2016年7月時点の、割と最近、出された図なんですけれども、この下の引用してる、これブログ書いてる方がいらっしゃって、で、そこで毎年アップデートって言って、これ、表作ってくれてるんですけども、その前の、2015年版、14年版とか見に行くと、こう、ちょっとどういうふうに変わったかっていうのが見えて、結構面白い。ということで、機械もたくさんありますで、DNA もこう種類もいろいろありますということで、じゃあ、抽出の方法を工夫するといろいろという話もちょっとしたんですけれども、よく新型シーケンサーの時に、普通に、ゲノム読む時もあれば、例えば RNA-seq とか、チップ seq とか、バイサルファイト seq とか、なんかこうエクソーム seq とか、もう本当になんかなんとか seq ってこうすごいいろいろあるんですね。でここに図が書いてありますけど横にこうダダダダダとちっちゃく書いてありますけどこれ全部その次世代シーケンサー新型シーケンサーに、入れる時のサンプルの調整の方法で大体全部なんとか -seq って名前がついてるんですね。で昔は数えてたんですけど最近もうちょっと数えるのやめちゃってもう数が多すぎるので大体自分でこういう新しい調整方法できたって言ったらそれでこう論文書かれてなんとかセックって名前をかっこいい名前をつけてですね皆さんこう発表されるんでちょっと追っかけるの大変なんですけどこういうふうにこれはイルミナ社のこの上にある3つの機械がイルミナ社の機械なんですけどイルミナ社の機械でよく使われている、DNA 調整の方法がここに書いてあります。でいろんな例えばウェブで検索するといろんな例えば会社さんが解説されてる資料が日本語であったりとかですねそれもすごい役に立ったりしますしこういうどこかの会社がまとめた資料とかもあるんですけどだいたい本当に困ったらというかやりたいなと思ったらもう論文を当たるのが確実ですしだいたいこういう手法を作ってくださってる方は問い合わせをすると教えてくれたりするのでトレーニングとかもやってくださったりするところもあるのでそういうふうにすでに作ってるところとかやってるところに、聞くっていうのが、もし新しいシーケンスの手法を使いたいという時は、確実です。で、どれをやるかは分からないけど、ざっくりとこうオーバービューを知りたいなという時は、最近は書籍がいろいろ出てきてましてですね、ここで一冊紹介してますけどこの次世代シーケンス解析スタンダードっていうこのなんか NGS のポテンシャルを仕切るウェット&ドライってなんかこうかっこいい副題が
ついてるんですけれども、これはなんかすごいあのいろんな、まあ、シーケンサーの手法についてサンプルの調整から解析どういうふうにするかというところまで割と網羅的に、やれているものなんで、これはあのもしそういうオーバービュー的なものが知りたいなという方にはあの、まあ、日本語ですしおすすめです、はい、日本語の情報が必要な場合はまずこの一冊を購入しましょうと書いてあります。でですね、じゃあここまで、いろんな機械がありますと、でその機械に入れる DNA の調整の方法もいろいろありますとっていうふうな話をしてきたんですけれども、じゃあそこで、これもしかしたらちょっと、あれですね、お手元の紙の資料にないかもしれないんですけれども、じゃあデータについてなんですけれども、まあ、新型、まあ、この講習もこれからのデータベースの話になってくるんですけれども、じゃあ得られるデータっていう新型のデータって言ってるんですけど、実はそのデータの中にもいろんなこう、種類がありまして、でそれが何かというと、先ほどの構図ですとまあ、サンプル DNA を抽出して、断片化してシーケンサーに入れます、でシーケンサーに入れて出てくるのが、まあ、リードと呼ばれる短い断片ですっていうところまで、ご説明して、でそれをつなぎ合わせてゲノムにしますとか、リファレンスに当てて、タグカウントしますとかっていうふうにやってるんですけど、この間でこう出てくるデータがあるんですけど、これがまあリード、これを普通我々も生データとか、生のリードっていうふうに呼んでいて、まあ、シーケンサーから出てきて何にも処理してない状態のもので、あとはまあ入れるリファレンスアライメントするときはリファレンスが必要ですし、このそれぞれの処理が出てくると、まあ、つながったシーケンス、まあリファレンスに当てられたマップされたリードで出てきて、でそれぞれこうフォーマットが違うんですね。で大体の場合これが、ドットファストQっていう、フォーマットで、こっちがドットファスタ、こっちがドットサムもしくはドットバムもしくはこっちがドットファスタとかっていろいろありまして、でこの後もソフトウェアごとにまたいろんな、出力でデータを出してきます。で、これ全部フォーマットを説明するとまたちょっと時間がかかってしまうので、この後の、理研野崎さんの講習で、ちょっと触れられると思うのでこのところではちょっと飛ばしてしまいますけれども、まあ、データと一口に言ってもこのステップごとにいろんな、フォーマットのデータがいろんなフォーマットがあるっていうことと、っていうことぐらいを覚えておいていただければいいかなと思います。よく聞くのは、まあ、ファスタはこれまでの普通の、まあ、サンガーとか、まあ、ブラストとかやるときにも使ってたと思うんで、よくご存知の方も多いかと思うんですけど、このファスト Q っていうのはファスタの配列にクオリティがついたからファスト Q っていう、フォーマットでして、あとこのサムバムっていうのは、アラインメントの、リファレンスゲノムのどこに、どういうリードが当たりましたっていうような情報を入れておくようなファイルになります。大体この、まあ、ファスト Q とか、まあ、バムとかっていうのを、まあ、聞いたことあるなぐらいの感じに、しておいていただければ、まあ、今の時点では大丈夫かなと思います。ということでここまで、割ともうずっと喋りっぱなしで申し訳ないんですけれども、まあ、基本的な、新型シーケンサーの、知識というかざっくりこんな感じですっていうようなことを説明して、これから、データベースの話になっていくんですが、なんか、早いですかそんなことない。朝早いから皆さんなんかこのペースで大丈夫ですか。大丈夫かな。じゃあデータベースの話に行きたいんですが、じゃああんまりね聞いてばっかりもあれだと思うんで、手を挙げてばっかりもあれか。新型シーケンサー、まあ、NGS のデータに限らず、皆さん DDBJ ご存知ですか？ご存知ない方、はい、ありがとうございます。すいません、 DDBJ ってこれからポコポコ出てくるんですが、DDBJ っていうのは静岡の三島に遺伝学研究所っていうところがありまして、その中にあるセンターなんですが、そこはその DNA のシーケンス、この新型に限らず昔のサンガーの時からでもゲノムを読んだり遺伝子を読んだりした時に、それを論文にする時にこう登録するデータベース、データバンクのことなんです。 DDBJ っていうのは DNA データバンクオブジャパンって言って、これからあの
何の断りもなしにリリビジェリリビジェって言っちゃいます、今回はリリビジェの講習はないんですね、この、アジャックスの講習会はそのシリーズでもう60何回とかやってるんですけど、こう昔の資料とかも全部インターネットにあるんですが、その中にあのリリビジェの方の、講習とかもあるんで、もしそのよかったらそっち見ていただいてもいいです。で、リリビジェっていうのはまあそういうデータを登録するところなんですが、リリビジェにデータを登録したことがある方、ありがとうございます。お一人様、後ろの方にありがとうございます。何を登録されました？あ、次世代の。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。違うんですけど。私は DBCLS ってデータベースセンターなんですけど、実はオフィスが DDBJ の隣にありまして、一緒に仕事をしているような感じなんですけれども、DDBJ のデータの登録って大変ですよね。大変ですね。大変なんですよ。今からデータで登録するのがすごい大変なんですって話をするんですけど、じゃあデータを登録、データベースの使い方っていうことは、そのデータベースっていうのはそんな人類が生まれる前からあったものではなくてですね、皆様がデータを登録するからデータベースになっているわけで、誰かがデータを登録しているからそれをこうデータベースに行って見に行って使ったりすることは当たり前なんですけど、できるんですが、じゃあそのどうやってデータを登録されているのか、どういうデータが登録されているかっていうのを知っておかないと、じゃあいざ自分がこういうデータが欲しいなと思ってデータベースに行った時に探し方わかんないとか、これで本当にいいのかなっていうふうになることがあります。で、データの登録についてご説明するんですが、このデータがとても大変で、もしこれ今 新型シーケンサーでデータ出して、でそれ解析して論文に使いたいと思っているとか、将来的にそういうこともあるだろうと思っている方は、必ずこれ、必ずですね、やらなきゃいけない、通らなきゃいけないところなんですが、ここで説明しております通り、さっきはサンプル入れて、抽出してシーケンスして処理して解析して、めでたくこうフィギュアができましたと。そうすると、フィギュアができたら、論文書いて論文投稿してリバイズが返ってきて、論文できましたパーティーみたいな感じの、ここは人によりです、感じで、進んでいくと思っている方が多いんですが、実はそうではなくてですね、最近オープンサイエンスとか、データの再現性とかすごいいろんなところで言われてますけれども、特に新型シーケンサーの場合はですね、論文にNGS のデータ使いましたっていう時は、じゃあそのデータを、ちゃんと誰もがアクセスできるところに登録してくださいねってジャーナルに言われるんですね。ジャーナルのウェブサイトに行くとポリシーとして、どこにこういうデータをどこに登録して、アクセッション番号っていう、アクセッションナンバーっていうのを、取ってきてくださいというふうに書いてあります。で、つまりその番号をもらわなきゃいけない、つまり DDBJ にデータを登録しないことには論文が通らないっていうような状況なんですね。サンプルからフィギュアに行きました、フィギュアに行きました、論文書きました、よっしゃ投稿しようと思ったらそういうことを言われるから、じゃあここでデータを登録しなきゃいけないと。でここのデータの登録が結構大変なので、割とよく論文いつまでに通さなきゃいけないんで早く登録したいんですけどって DDBJ の人に言われて、そんなこと言われても無理やでみたいなことをこう返されるようなことがよくあってですね、なんでよくあるかというと、そのデータの登録が全然簡単ではなくて、簡単ではない理由はこれから説明するんですけれども、ここのデータの登録にすごい時間がかかるから、こうみんなひいこらひいこら言いながらこう登録をして、やっとアクセッション番号をもらったって言ってこう論文サブミットみたいな感じのなのが現実なんですね。で、ここなんで大変なのかと。でシーケンサーから出てきたそのさっきのファストQって言ってた、そのデータをそのままボンとこう送りつけたらそれでいいんじゃないのかと思われる方もひょっとしたらいるかもしれないんですけど、実はそうではなくてですね、ここ書いてありますけれども、これから紹介しますが、シーケンサーのデータは、日本のデータベースだけではなくて、その世界、3カ国っていうか、あとアメリカとヨーロッパと日本の、拠点が3つが協力して、世界中から、データを集めているという
ことになってるんですけれども、その時に例えばじゃあ新型シーケンサーのその一次データ、その配列の断片のデータだけをボンと入れても、それがじゃあ何のデータなのか分かんなかったら結局それ入れてる意味ないですよねっていうことで、じゃあそれを何の生物の例えばどんな細胞とかどんな組織から取った DNA ですかとか、 DNA はどうやって取りましたかとか、シーケンサーの機械はどれ使いましたかとか、シーケンサーでは RNA セックやったんですか、チップセックやったんですかとか、そういうような情報を全部こう書いてもらわないと、まあ、データベース側としても送られてきてもどうしようもないということで、そういうのを書いてもらうんですが、それもなんかこう人によってこう書き方がバラバラだったりすると結局また意味がないので、ガイドラインみたいなのがあるんですね。これに従って書いてくださいねっていうのがあって、まあ、例えばタクソノミー ID にちゃんと書いてくださいねとか、そういうようなことが書いてあって、それがすごい大変っていうのが、なんで登録が大変かという理由なんですけれども、ここに書いてあります。思っているよりも大変です。思っているより簡単だったって言ってた人は一人も見たことないです。で日本の窓口はその先ほど紹介した DDBJ なんですけれども、で専門 の, もう新型シーケンサーを担当されている、アノテーターの方が、1人2人ぐらいいらっしゃってですね、その方が、まあ、やり取りで対応してくださる、まあ、基本的にはそのウェブのところでこうポチポチやったり、Excel の表にまとめたものをこう送信したりとかっていうふうにするんですけれども、何かこうガイドラインに反しているところがあると、ここはこういうふうに直してくださいねとかっていうのをこうアノテーターさんが返してくれる、そういうやり取りをして、やると。で、まあ、数日とかかかったり、例えば、まあ、お休みが続くとちょっとその間対応できなかったりとかで、意外とかかるというので、論文投稿ギリギリになってやろうっていうふうにやると結構大変なので、これは、おすすめをしないです。で、まあ、大体論文投稿するときになって初めてこうデータ登録しなきゃっていうことに気がついて登録するっていうパターンが多いんですが、実はまあ、どのみち論文になるようなものであれば、先に登録しておくこともできるんですね。で、大体論文書くときってシーケンサーのデータが出て、データの解析が出て、プロットが出て、その後バリデーションの実験してとかって大体めっちゃ時間が経ってて、で今そのサンプル何ですかとかって言われても分かんないよみたいな感じになりがちなので、シーケンスをしたときに、登録するっていうのが、まあ、おすすめといえば、時間に余裕のあるときで、まだみんなどういうシーケンスしたかっていうのを覚えてるときに、やるっていうのが おすすめです。で、登録するとすぐもう全世界にボンと見えるようになるわけではなくて、登録するとその DDBJ のサーバーにデータは行くんですが、その間、まあ、原則2年間って言ってるんですが、事情を話せば、これ延長してもらえるんですけど、まあ、プライベートに誰にも見せない状態で、でも登録されててアクセッション番号ももらってるっていう状況にできます。なので、まあ、割と時間の余裕のあるときにこれやっといて、で論文出たら、アクセッション番号書いて、でその時初めてこう公開っていうふうにすると、スムーズです。もし今後データ登録するかもっていう方は、ちょっと覚えておいた方がいいかもしれないです。私もデータを、それこそ今結構大きいデータを登録作業してるんですけど、結構昔のデータなので大変な思いをしています。ここはデータベースの人間というか個人的なアドバイスみたいな感じで書いてるんですけど、大変なので、皆さんぜひ頑張ってくださいって頑張ってくださいって変ですね。まあ、そういうような、形で、まあ、データを登録されるというようなことになっておりますので、逆に言うと、そういう大体そのまあ大きい論文、まあ、主要な論文誌に載ったような論文で新型のシーケンサーを使ってるってことは、大体その使われたデータはその、公開されているっていうふうに思って、いただいていいと思います。例えばなんか最近自分 の生物種とか自分の、追っかけてるタンパク遺伝子とかで、調べたら、なんかこういう論文出てきた、なんか新型のデータ載ってるやっていう風になったら、大体論文ずっと探していくとこう ID がどっかに書いてあってですね、でそれをこう手当てにそのデータベースに、検索しに行くと、生のデータが置いてあったり、場合によっては解析してるデータがあって、例えば発現のデータだったら発現量の遺伝子これがどれぐらい発現してますみたいなデータが置いてあったりも、します。で、まあ、今日の講習の、まあ、目的というか、そういうようなデータにもし、まあ、論文であったりデータにあったりに、出会った時に、じゃあどこからどうやって探していきましょうっていうようなところを、まあ覚えて帰っていただければいいかなと思っているんですが、
で、じゃあちょっとこうデモ的にこう皆さんにこうちょっと、触ってもらう前に、一つそのデータベースの検索の際の、検索というかですね、まあ基礎知識もう一つなんですけれども、まあ一次データレポジトリっていうふうに書いてあります。一次データレポジトリの一次データっていうのは先ほど言ってたシーケンサーから出てきた生の、生のリードの情報ですね。で、その後にいろんなこう解析のステップを経ていろんなデータのフォーマットになりますって言われて、言ってたと思うんですけれども、登録が義務付けられているのは大体この一次データ、まあプライマリーデータを、サブミットしなさいっていうふうに言われています。で、ほとんどの場合は、まあ例えば人のなんかこう患者さんの既往歴がついているようなデータだったりとかっていうような個人特定ができそできる、データ以外は、まあもうそのままドンと、誰に見せてもいいでしょうということで、オープンアクセスデータっていうふうな形で、このシーケンスリードアーカイブ、通称 SRA っていうところに、登録してくださいねっていうふうに、マザー氏とかから指定されることが、多いです。この辺なんか略称が多くて申し訳ないんですが、SRA っていうこのシーケンスリードアーカイブっていうのをやっているのは、インターナショナルヌクレオタイドシーケンスデータベースコラボレーションっていう、組織というか、まあものなんですが、この INSDC っていうのの実態は、まあ、皆さんパブメドとか使われてると思うんですけど、そこを、運用しているアメリカ NIH の NCBI と、あとはヨーロッパの EBI っていうところと、あとは先ほど申し上げた、三島の DDBJ の3つの機関が、まあ、この INSDC として SRA を、運用していますということです。つまりこの3つが窓口になってデータの登録を受け付けて、で、受け付けてもらったデータをこうデータさんが整理をして、で、それをデータベースの上で公開して誰でもダウンロードできるようにしているというようなことです。で、3つそれぞれがですね、こうやってここにスクリーンショット貼ってますけど、独自にデータの登録のシステムと検索のシステムを運用してまして、ちょっとずつこう機能が違ったりするんですけれども、こっちが NCBI ですね、ブルーで、こっちの ENA っていう、これが EBI の、新型シーケンサーを入れている、ウェブサイトで、で、これが DDBJ ですね。DDBJ オレンジです。で、まあ、じゃあ実際にちょっとここの、ウェブサイトを見に行ってみましょう。どれでもいいといえばどれでもいいんですが、じゃあ例えば NCBI のページに、ここに、リンクが貼ってありますが、www.ncbi.nlm.nih.gov/sra というところがあって、クリックすると、おっと、おや、なんか、なんか間違ってますね。これクリックしてもいけないんですか？いけました？いけた。あ、もしかしたらみんないっぺんに、クリックすると NCBI に怒られるかもしれないですが、まあ、大丈夫かな？ 大丈夫でしょう。なんとなく皆さんより、他の方とタイミングが合わないようにクリックしてください。そんなこと言っても無理ですね。なんとなく違うかなっていうタイミングでこうやってみたらいいと思うんですけど、例えば、そうだな。ブレストキャンサーとか入れてみましょうか。サーチをすると、こうやっていっぱい出てきます。で、いっぺんに押しちゃダメですよ。いっぺんに押したら、シビアに怒られちゃいますから。で、本当に一番単純な、検索の仕方は、本当に気になるキーワードだったり、遺伝子の名前だと引っかかることは少ないかもしれないんですけど、まあ、組織の名前とか、もしサンプルに使ってそうな名前とかっていうのを、検索すると、これ、9992件入ってます。で、ここにこう1個ずつずっと書いてあるんですが、ここに、まあ、この GSM から始まるなんちゃらかんちゃらっていうのも ID ですし、この下に書いてあるアクセッションって書いてあるのも、これも ID で、こういう検索をするとすごいたくさんいろんな種類の ID が出てきて結構混乱するんですが、これは、この後にちょっとご説明します。で、まあ、何も考えずにこう見ていくとですね、こうやってデータがたくさんありまして、で、
まあ、X オーバーエクスプレッション。これとかちょっと見てみましょう。見てみると、こうやってデータが出てきます。で、さっき、さっきはなんか説明したような感じで、例えばここにイルミナムハイセックの2500を使ってますよとか、RNAseq をやってますよとか、まあ、ソースっていうのはあの DNA の、シーケンサーに、入れた DNA の大元が何かっていうのが、まあ、トランスクリプトームですよとか、で、まあ、CDNA にして、セレクションしてますよとかっていうようなことが、書いてあって、これは結構ちゃんと、コンストラクションプロトコルっていって、どうやって、シーケンサーに入れる DNA を調整したかっていうのはちゃんと書いてあります。これ書いてない時もたまにあります。で、ここ下に見ていくとですね、ここに、また別の SRR なんちゃらかんちゃらっていうあの ID がありまして、ここリンクになってるんですけど、これをた、これじゃないか。これをですね、試しにクリックしてみると、今度はこのシーケンスの情報が出てきます。で、なんかこう、クオリティのグラフが出てきたりとか、まあ、GC コンテンツどれぐらいかとかっていうのが、出てきたりするんですけれども、かな。で、ここにダウンロードっていうタブがあるので、ここをこう、クリックすると、あ、ここは書いてないな。ダウンロードの仕方が書いてあります。で、NCBA は最近、ポチッとこうクリックすればダウンロードできるっていうようなものではなくて、専用のダウンロードツールみたいなものを作っているので、これを使ってねっていうふうにここには書いてあるんですけど、まあ、このデータはダウンロードできますよということが、ここで分かるというわけです。で、まあ、本当にこれだけと言ってしまえばこれだけなんですが、こうやってこういろんな情報がどん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 出てくるときに、じゃあ例えば適当にというか、まあなんかこう欲しいデータの、まあ、キーワードを検索したときにいっぱい情報が出てきて、どれをどうやって見たらいいのかわからんというふうなことがあるかと思うので、ちょっと資料に戻りますけれども、このスクリーンショットの下に、書いてあります。で、まあ、登録の仕方と登録されたデータの見方というふうに書いてあるんですが、まあ、先ほど今見たように、シーケンサーの種類であったりとか、サンプルの調整の方法っていうことが、書いてあるので、まあ、それを頼りにこのデータは自分が欲しいデータかそうじゃないかっていうのを、確かめるわけなんですけど、じゃあ、それを、で、さっきたくさん ID が、あってですね、さっきのところに戻ると、例えばここだと GSM なんちゃらかんちゃらっていう ID があったり、ここに SRX なんちゃらかんちゃらっていう ID があったり、ここに SAMN ホゲホゲとか書いてあって、こういっぱい ID があるんですね。で、これ実はどの ID も、同じシーケンスの、データに紐ついてる ID で、別々のデータっていうわけではないんですね。なんでそんなことになっているかっていうと、こっちに戻るんですけど、登録をするときに、そのシーケンスのデータの情報を、こうバラバラにこう種類ごとに分けて登録をすることになっているんですね。で、ここに手順が書いてありますけど、まあ、DDBJ に行くとドキュメントもっと詳しく書いてあるので、これすごい簡単な、ものなんですが、アカウントを作ってデータファイルをアップロードします。で、その後にバイオプロジェクトっていうところにですね、シーケンスのプロジェクト、まあ、研究のプロジェクトの情報、何を目的にこのシーケンスやったんですかっていうような、情報を登録する。で、その次に、どういうサンプル使ったんですかっていうバイオサンプルっていうものにレコードを作る。で、その次に、まあ、SRA のエクスペリメントって、例えばどういう、シーケンサーの機械使いましたかとか、RNAseq ですか、ホールゲノムですかとかっていうようなことを書く。で、それから、シーケンスのランの情報、いつランしたんですかとかっていうような情報をここに登録する。で、このいくつかこうバラバラにこう分けて登録されたものを全部検証して、これが OK ですっていうふうにガイドラインに沿ってますってなれば、アクセッション番号が出てくると。ということで、で、ここで登録したこのプロジェクトの情報、サンプルの情報、エクスペリメントの情報って、こう、個別に全部 ID が振られるんですね。なので、1個、例えば1回しかシーケンスしてない1個だけのデータファイルを登録しようと思っても、それに対して1個、2個、3個、4個、少なくとも4つ、もうちょっと、データが、こう、登録、ID がくっつくわけです。で、じゃあ今のなんだというのを見ていただくと、このバイオプロジェクトって書いてある、この PRJNA なんちゃらって書いてあるような、ここの ID が、
そのプロジェクトの情報を管理している ID で、こっちの上に書いてあるのが、サンプルを管理している、ID で、この上に書いてあるのが、エクスペリメント、例えばここにイルミナのシーケンサーを使いましたとか書いてありますけど、その情報を管理している。でこの上に書いてあるのがシーケンスのランっていう風な形になります。なので、ここにこう ID がたくさんあって、ここにリンクもたくさんあって、これじゃあ全部どれがどれなんだ全然わからないよという風になるんですが、実は全部同じデータにこうくっついている情報だということを、覚えておいていただければいいかなと思います。なんでそんな面倒くさいことになっているかというとですね、例えば、まあ、一つの同じプロジェクトの中で実験したあのシーケンスのデータを全部まとめて管理するために例えばプロジェクトがありますし、まあ、サンプルの情報は例えば一つのサンプルから、まあ、シーケンスの DNA 調整もするし、まあ、別の例えばまあ顕微鏡の写真撮ったとか、なんかそういうデータも出たっていう時は、その同じサンプルですよっていうのをこう、示すためには、なんか一つサンプルごとに ID をつけておかなければいけないとか、全部こういうあのデータベース側の都合といえばデータベース側の都合なんですね。で、例えばもうワードみたいなファイルに全部こうダーッとこうこれサンプルはこれでって書いておけば、まあ、それでもいいんですけど、機械で読んでちゃんとこう整理しやすくして、その後に例えばさっき、検索したみたいに、まあ、ブレストキャンサーのデータが欲しいっていうふうに来た時にちゃんとブレストキャンサーのデータが出せるようにするためにはこういう登録作業をしてもらわないと、いけないというようなことになっています。で、この下に例えば、まあ、ID の、どういうふうになってるかっていうのを、例として示してるんですけれども、これはですね、DDBJ の、SRA に初めて登録されたのが、納豆菌のゲノムなんですけど、納豆菌のゲノムがだから、一番最初の例えば DRX の000001、DRR000001で、この最初の D は DDBJ の D で、で、R はリードの、リードアーカイブの R で、で、X はエクスペリメント。で、こっちは、ランだから R とかっていうふうに、こう、ある程度規則性があって、こういう ID が振られるんですが、大体論文の中に書かれることが多いのが、このまあ、プロジェクトの、ID か、もしくはこのプロジェクトの、ID に、SRP083129 とここ SRA 用のプロジェクトの ID も振ってあって、でこれが書かれたりとか、あります。でもその論文の中でどの、アクセッションを書いてくださいねっていうのが、明確に指定されていない場合もあって、例えばサプリメンタリーファイルの中にこの エクスペリメントの情報の ID がダーッと書いてあったりとかっていうこともあります。なのでそこはまあ、ゆくゆくはなるべくこう分かりやすいように登録、なんでしょう、統一してもらいたいなと思うんですが、現状はだからこういういろんな ID がこう論文の中に書かれる可能性があるっていうのを、まあ、知っておいていただければなと思います。で、まあ、だいたいこの頭にこうアルファベット何文字かついて、後ろに数字がダーッとついてっていうのが、ID なので、このですね、まあ、上のどれかのところに行って、例えば論文中でこういう ID を見つけましたという時はこれをコピーして、ペタッて貼ってですね、検索すれば、よいしょ、ペタッと貼ります。で検索すると出てきます。納豆菌ですね、納豆ゲノムシーケンスセプテンバー2008って書いてあるんですけど、まあ、こんな感じで論文の中で見つけた ID、まあ、まあ、ID っぽいなと思ったらもうとりあえずそれをコピーしてですね、検索するとこうやってボンと出てきたりすることが、多いです。で、まあ、そんな感じでこうデータを、見てもらうと。で、ですね、例えばですね、これは DDBJ の検索のシステムで、この DRA サーチっていうのがあるんですけど、ここにはアクセッション、ID を入れてくださいねっていうところがあるので、ここに DRX000001 って入れてサーチを押すとこんな感じで、出てきます。で、
さっきNCBI でデータのダウンロードをしようとしたときにデータダウンロードツール使ってねみたいなことを言われたんですが、DDBJ の方は普通にと言ったらあれですけれども、ここポチッとの後クリックするとデータがダウンロードされるようになっております。ちょっと見にくいですけど、さっき言っていたファストQっていうシーケンサーから出てきたローデータが、ここにリンクがあって、これそこそこ、まあ、普通かな、そんなに大きくないですけど、まあ、これ今ダウンロードしないですけど、ここを、クリックすると、DDBJ のサーバーにつながって、そこがダウンロードするってことができるようになります。でこっちの SRA っていうのは何ぞやっていうと、もうちょっと今日はあんまり詳しく説明しないんですが、シーケンサーから出てきた生の、シーケンスのデータを、圧縮したものがこの SRA っていう、データになります。でいろいろとちょっと後で、書籍を紹介するので、そっちの方にこの圧縮したファイルの使い方とかっていうのが書いてあるので、もし、本格的にこの辺ダウンロードして使いたいっていう方は、そちらをちょっと参照していただきたいなと思うんですが、基本的には、ファストQファイルとかが、最初にこう解析の第一歩のになることが多いので、これをクリックしてダウンロードするっていうことをすれば、まあ、誰でも簡単にデータをダウンロードすることができます。ここで、知っていただきたいことっていうのがですね、新型のシーケンサーのデータを、入れるデータベースっていうのは、SRA というふうに呼ばれていて、で SRA というのは NCBI と EBI と DDBJ がそれぞれ、ウェブサイト持ってるけど一緒にやっていて、なのでどこから検索してもどこからデータをダウンロードしても全部同じデータが、返ってくるはずで、例えば EBI のところで納豆ゲノムを調べたらちゃんと同じものが、出てきて同じものがダウンロードできるというふうにはなっています。で、検索するときには、例えば論文中に書いてあるこういう ID を、検索ボックスに入れて検索すると、出てくるというふうなことを覚えておいていただければいいかなと思います。でここ本当に ID のところは複雑で、私とかは特にその新型シーケンサーのデータベースをやってて、やっぱりいろんな論文で出たあのデータが使いたいとかっていうふうなことを、よく相談されて、で検索して探してこれですって言ったら、なんでこんなに分かりにくいんですかっていつも言われて、すいませんって言いながら、こうちょっとずつ分かりやすくなるようにやってるんですけども、だからどんどん使いやすくは昔よりはなってはいるんですが、まあ、もうちょっとずつ使いやすくはなっていくと思います。ただまあ現状はこんな感じで、ちょっと申し訳ないですがちょっと複雑なので、めげずに頑張って見ていただければいいなと思います。で次ですね、今のはそのもう本当に検索したら誰でも見れるし、誰でもダウンロードできるっていう情報だったんですけれども、次にお話しするのはこのコントロールアクセスデータっていうものです。で例えば患者さんの個人情報が、問題になるようなデータっていうのが、まあ、医学系だと特に多いとは思うんですけれども、そういった場合にはですね、誰でも見れるところにボンと置いておくわけにいかないので、その配列のデータもそうですし、その配列のデータに ついているサンプルの情報とかも、ボンと置いておくわけにいかないので、そういうものはコントロールドアクセスということで、SRA とは別のデータベースに、登録されます。でこれもですね、NCBI と EBI と DDBJ3 つそれぞれ、やってまして、これは後ろでは交換は、一応してはいないんですが、仕組み作りは一緒に、仕組み作りというとちょっと語弊があるんですが、データの受付とか、検索のシステムとかっていうそういうようなところを、ちょっとずつ協力しながらやっているような形になります。でこれは後ろで完全にそのデータを交換しているわけではなくて、最近やっとそのデータの、メタデータサンプルの情報とかだけは、交換して、例えば、EBI から、ヨーロッパのサイトから、アメリカに登録されたデータを検索はできるようにしましょうというふうに、なりつつあるんですが、今のところはその受け渡しはできません。それはもちろん当たり前で、そのデータに対してアクセスする許可を、与えないことにはいけないので、そこの交換は今のところはやっていません。でここ DDBJ ってさっき言ったんですけれども、正確にはこの、NCBI になってますね、すいません、これ、嘘です、 NBDC ですね、この講習会を、主催している NBDC っていうナショナルバイオサイエンスデータベースセンターっていう、
東京の市ヶ谷にあるセンターなんですが、ここが、一応このデータベースを、管理していることになっています。で、どのようにアクセスするのかということで、ちょっと私はそ、実際にこのデータの使う許可とかを得たことがないので、ドキュメントからの受け売りになってしまうんですが、検索自体はオンラインでできます。どういうデータが、入っているか登録されているかということは、例えば人の、どこそこのエリアで取ったコホート研究の、他系の情報ですとかっていうようなそういう情報は、見れるんですが、その生のデータまではアクセスできないっていうような状況で、実際にじゃあそのデータをダウンロードして研究に使いたいですっていうふうになった時には、そのパーミッション、許可を得る必要があります。でそれがそれぞれ、レポジトリによって違ってですね、DBGAP っていう NCBI のところの場合は、NIH の、審査を受ける必要があって、で NIH から、グラントをもらっていない研究者の場合は、何か NIH のシステムの上で登録をして、PI じゃないと審査を受けられないのかなとかっていうような、いろいろ規定があります。細かいところはここ見ていただければいいなと思うんですけど、それから、ヨーロッパの方ですね、 EGA っていうところの場合はこれは、ヨーロッパいろんな国のいろんな団体からそのデータが、来るので、それを一括で、国とかの機関が管理できない都合もあって、そのデータを登録した団体とか、組織とかっていうところが、データアクセスグランティングオーガナイゼーションっていうようなものを、作ってまして、で EGA の場合は管理をしているのは EBI なんだけれども、データにアクセスさせてくださいっていうふうに頼みに行くのは、データを帰宅した人になります。ここがちょっと違うところですね。で JGA の場合は、NBDC 人データ審査委員会というものの、審査を受けて、使うっていうような形になります。なので、特に医学系の方の場合ですね、ゲノムのシーケンスしましたと。でよくあるのが、リファレンスは、人データのリファレンスは当然ですけど日本人じゃないので、日本人によくある他系の情報とかっていうのを例えばよく知りたい、これが珍しい、変異なのか、日本人の中には割合よくある変異なのかっていうのを調べたりしなきゃいけないんですけど、そういう時に例えばコホートで取ったような、日本人の、集団の中のゲノムの変異の情報とかっていうのものを使う必要があるんですが、大体そういうのこういうところに入っていることが多いので、ここで審査を受けないでいいデータももちろんあって、それはものすごくレアなバリアントとかの情報が入ってない、ある程度コモンな情報であれば、審査なしでダウンロードすることもできますが、特定の、病気の患者さんに、優位に出てくるレアなバリアントの情報とかであると、例えば、審査を受けなきゃいけないかもしれないです。なので、そういうようなデータを、が欲しい、必要だっていうふうになったときは、SRA でいくら探してもそういうデータが出てこない可能性があるので、こういうところに行って探すということも、必要になります。ということで、ここまでが一次データ、シーケンサーから出てきた生のファストQ、生のリードのデータを、デポジットで、登録、して公開しているデータベースの話になります。で、次のですね、二次データを含むデータベースっていうところに入る前にですね、二次一次って何言ってんだっていうふうにちょっと混乱するかもしれませんとか自分で言っていて怪しくなってきたのでおさらいをするんですけども、今一次データとか言っていたのがこのシーケンサーから出てきた生のこのリード、つなぎ合わせる前の段階ですね。でつなぎ合わせないと何も分かんないですっていうふうに言っていたんですが、実際SRA に行ってダウンロードすると落ちてくるのはこれなんですね。でなのでこのあと自分でこうつなぎ合わせたりっていうことをしなきゃいけないっていうのが、ちょっとネックになります。でなんでこっちじゃなくてこっちを登録してるんですかっていう と、初期の、頃はですね、まだここの、アセンブリーだったり、リファレンスアライメントで使っていたソフトウェアであったりとか、そのリファレンスのデータっていうものが本当にこれでいいのかどうかっていうことが確証がなかったり、あとはここの、シーケンサーのデータがですね、
まだ精度がすごくそんなに良くなかった、今でも完璧ではないですけど、精度が良くないので、改めて新しい、ソフトウェアが出た時にもう一回やるとかっていうことは例えば、できるようにここの部分だけを、登録しましょうということで SR にはファストキューのデータが、入っています。ただ最近はだんだん例えば人の、ゲノムにこうアラインメントをしてっていうようなことをするのも精度が上がってきたので、まあ、こっちのデータを入れてもいいですよっていうふうにちょっとずつ変化はしてきているんですが、でも基本的にはもうここの一次データというものを入れるようなことにこれまでになってました。今後は、まあ、今後 3、4年、4、5年するともうこっちでいいですみたいな感じになる可能性もありますが、DDBJ は確かこの BAM っていうアラインメントした後の、情報も受け付けてくれたはずです。そういう風になってます。で、1次データというのがこっち。で、じゃあ2次データって言ってるのは何ですかっていうと、例えばここのデータであったり、まあ、ここから先ですね。例えばこのアラインメントをした後に、例えばアルデンセックだったら、どの遺伝子にどれぐらいのリードが張り付いて、発現量はどれぐらいですっていう風な、定量をしたところのデータ、ここの後のデータですね。とかということを、この講習では二次データと言っています。で、今まで説明してきたデータベースはこの FASTQ のデータを入れてるだけだったんですが、これから説明するのはこの後の、データを入れているデータベースになります。ですから、この後っていうことはですね、まあ、当然ですけどもう一番最初から自分のお気に入りのソフトウェアで全部やり直さなきゃ嫌だっていう人であれば もちろんこっちからスタートしなきゃいけないんですけれども、でもここは結構計算の時間がデータによってはかかります、スパコン使わなきゃいけないようなことだってあるので、もしこっちが計算されてるんだったらそっち使わせてもらうよっていうような方も結構まあ多いです。でそういうあとはまあこの辺のソフトウェアの使い方ちょっとよくわからないし、まあ、最初から定量されて発現量出てるんだったらそっち使いたいですっていう風な方も多いと思うので、これから説明するのはこっちの、データベースになります。でそれがこの講習で二次データベースという二次データを含むデータベースという風に言っていますが、まあ今申し上げた通り、SRA に登録したデータを使いたい、自分の当たり前ですけど SRA に登録されたデータを、解析してプロットして自分の論文に使っても高校からデータ取りましたって書けばそれは OK なんですけども、まあ、ダウンロードして自分でソフトウェアを動かしてデータの解析をしなきゃいけないと。で、まあ、データ処理はいろんなソフトウェア出てきていろんなチュートリアルもたくさん出てきてこういう講習会もたくさんやられているので、まあ、敷居は低くなってるんですけど、やっぱり時間がかかったり計算機が必要だったりっていうのところがあります。でそういう場合にもしこういう計算済みのデータがあってそれが自分の目的に合致していればそういうものを使った方がよっぽど楽ですっていうような話になります。でまず、で補足なんですが、二次データを含むデータベースというふうに言ってますが、SRA に登録されているデータって本当に、ちょっと今日はデータをお見せしていなかったですが、これ今すいませんちょろちょろっと言っちゃいましたけど、ここの NCBI のですね、SRA のサイトでですね、まあ、ちょっと後で資料も、追加しておきますけど、こういう図があってですね、これ2000横軸時間でちょっと色がかなり薄くてすいません、横軸2009年からこっち2016年まで で、これ縦軸が、テラベースですね、でこれいくつありますかね、トータルのベースがキロメガギガテラペタ6ペタベースぐらいで、オープンアクセスのベースが3ペタぐらいっていう、ちょっとハードディスク積み上げたら結構愉快な感じの高さになるようなデータが溜まってまして、でこれを全部例えばそのつなぎ合わせて二次データにして公開するというのはとてもじゃないですけどちょっと無理なので、二次データベースって言ってこれから説明するものは、入ってるデータが全部これで入ってるというわけではないです。大体の場合生物種がこう限られていたりとか、
そうですね、バリエーションが限られていたり、シーケンサーの種類が限られていたり、古いデータはもうやってませんとかっていうようなケースが、あります。なので、探してみてなければ、まあお願いして作ってもらうか自分でやるかっていうことをやるしかないっていうことをちょっと、覚えておいていただきたいと思います。で、最初に、いくつか紹介しようと思ってるんですが、最初に、ご紹介するのがこのチップアトラスっていうもので、すいません、これ手前ミストなんですけど、私が、旧大の、先生と一緒に、作っているものでして、でこれは SRA って先ほど言ってたところに公開されている、チップシーケンスの、データと DNS シークの、データを、定型処理をしているようなものです。で、チップセックとかっていうと、クロマチン進行で免疫進行で、落としてきた DNA を、解析する、つまり転写因子がゲノム上のどのポジションに、くっついているかっていうのをゲノム網羅的に、計測できるっていうシーケンスの技術なんですが、これいろんな人が例えばいろんな抗体を使っていろんな細胞で、チップシーケンスをやってて、人の、培養細胞なんとかで、この転写因子の抗体を使って、マップをしましたっていうのをいろんなところで世界中のいろんな人がやってるんで、じゃあそれ全部ガーッと集めて全部縦にこう並べて見れるようにしたらいいんじゃないっていうような発想から始まったものでして、こういうようなページがあります。で、例えば一番分かりやすい、やり方としてはですね、そういう実験的に調べられていて、でその実験のデータから、ある、生物種において、特定の例えばパウ 5F1 とかいきましょうか、プラマイ5キロに、ある原子は、ターゲット遺伝子の、候補は何ぞやっていうのをこうやってクエリに投げる と、縦軸にこうターゲットの、遺伝子の候補が出てきてですね、でそれぞれどういう実験で、どれぐらいのスコアで、それが、確認されているかっていうようなことが、ここで見れるようになります。でここの横に並んでいるこの SRX なんちゃらかんちゃらというのがさっきご説明した、実験の、ID になります。例えばこの、どれにしようかな、この、データを見るとですね、これは、よいしょ、例えばゲノムは、これヒューマンのゲノムで、ここに、細胞のタイプとかが書いてあって、あ、こっちにありました。でここにライブラリーはどうやって作ったかっていうの、これはSRA の、情報から取ってきたようなものがここに全部書いてあると。で、イルミナーのハイセックで、読みましたとか、あとは理研のデータベースとか PBBJ のデータベースとかで、この、細胞株とか、抗体について調べてみるとか、っていうことがここでできるようになってます。で、ここにですね、ダウンロードボタンがあって、でここに例えばゲノムブラウザーで表示するときのための、ピークのデータとかがここにあって、でこれがいわゆるその先ほど言っていた二次データっていうものです。なのでこれをダウンロードして使っていただいてもいいんですけど、このデータベースだと、もうそのままブラウザー上で、見ることで、いろいろデータを確認することができるようになっています。で例えば、これ、チップアトラスっていうデータベースは、これだけではなくて、いくつか、機能があって、ですね、あまり時間がなくなってきましたね。例えば、転写因子の、強極剤の、情報をここで調べられたりとか、これも簡単で、抗体と、抗原か、抗原と、細胞株を、選んで、ポジットなってクリックすると出てきますし、あとはですね、このピークブラウザーっていうのは、本当にいわゆるゲノムブラウザー上で、ピークを見るための、データなんですが、ここ例えば、そうですね、トランスクリプションファクターで先ほどと同じ PAU5F1 で、例えば、ルリポテントステムセルとかいきましょう。でこれで View on IGV っていうボタンをクリックすると、
これは、このブラウザ上で、ゲノムブラウザが立ち上がるんではなくて、IGV っていうソフトウェアをインストールして、こういうソフトウェアがあるんですけど、これをインストールして、手元で立ち上げておかなきゃいけないんですが、そうするとこういう感じで、こういう感じでって言っても見えないですね。ゲノムブラウザで見ることができます。ちょっと画面がちっちゃくてすみません、操作ができないですね。ちょっとごめんなさい、これ飛ばしています。という感じで、まあ、ゲノムブラウザでこれ見ることもできます。なので今までだったら、SRA にチップゼックのデータがあって、例えば自分の興味のある、転写因子の、データが入ってるなと思ってもダウンロードして自分で解析をして二次データにしなきゃいけなかったんですけど、最近は、まあ、最近はというかこういうデータベースがあると、ここから、データを、ブラウズする解析しなくても見ることができるようになっています。残念ながら、生物種が今5つしかなくてですね、なんで5つしかないかというと、チップセックのデータがある程度数がないと、1個しかデータがないようなものも、結構多いので、そういうものだとこういうインターフェースを作ってもなんかあんまり比べる、解析の、比べてビジュアルにできなかったりするんですね。で、そういう理由から、まあ、一番データの多い5つ、それなりにちゃんとデータが揃ってるものっていうことで、人とマウスと、ハエと線虫と酵母で、やっています。で、もし、これ以外の生物種でやりたいという方が、もしいらっしゃいましたら、解析を簡単にできるソフトウェアとかも、あるので、ちょっとここでは、すいません、紹介しそびれてしまったんですが、どこかにあるかな。すいません、ちょっと、情報がないですが、簡単に解析をするソフトウェアというのもあるので、もし気になる方がいらっしゃいましたら、ちょっとお尋ねください。っていうのが、このチップアトラスというデータベースの紹介でした。で、これは、転写因子の、データだけ、まあ、転写因子もしくは DNA セックの、結果だけなんですけれども、まあ、これ、の他にも、いくつか、ありまして、でその前にですね、これまた自分の仕事で恐縮なんですが、紹介させてもらいます と、この WPGSA っていうのはですね、これはちょっとデータベースとは違うんですが、今回アンケートを皆さんお答えいただいたときに、遺伝子発現の解析をされているっていう方が割といらっしゃったように思ったので、ちょっとこれ急遽入れて紹介させてもらうんですけど、理研の方、方ですね、川上さんという方と一緒に仕事をして作っているものなんですが、これは何かというと、まずその SRA の中から、チップシーケンスの、データをダウンロードしていると、これもまた再解析をするんですね。で、再解析をすると先ほどのようにどの転写因子がどの、領域をどの遺伝子を制御しているというようなことの情報が取れるわけなんですが、それを使って、転写因子のネットワークをこう作ってあげるんですね。で、その転写因子のネットワークをこのシステムの裏側に作っておいて、でユーザーは遺伝子発現のデータをここにポンと放り投げるとですね、その遺伝子発現の 状態がどういう転写因子の動きによって出てきたかっていうようなことを、出してくれるっていうのがこのウェブサービスです。で、ちょっと今、エグザンプルのページをあれしますけど、例えばこれ川崎インフルエンザの、感染した細胞の、発現のこう時系列のデータをこう投げてるんですけど、そうすると、どの転写因子が、どれぐらいのスコアで、連立してくるかということを、これはだから予測なんですけれども、予測の後ろにあるのは、SRA に登録された実際のチップセックの実験のデータが、使われています。でこれも一つのだから、まあ、チップセックのパブリックなデータの使い方で、まあ、発現データの解析に使えるということで、まあ、ヒートマップがこうかけたりとかで、まあ、クラスリングしたりとかで、ここを見に行くとどの、転写因子がどの段階で動いているかとかっていうのが、こういうふうに可視化ができるというようなサーチになります。で、ですので、まあ、これもまあ、一つの二次データベースと言っていいのかなということで、ちょっと紹介させていただきました。で、
ちょっと毛色が変わるんですが、こっちはですね、マイクローブ DBJP というもので、これはこの講習会を運営している NBDC が、統合データベースプロジェクトということでですね、プロジェクトを運用してまして、その中に微生物統合データベースっていうようなチームがあるんですが、そこが作っているデータベースになります。で、今日ちょっとあんまり、ご説明しなかったんですけど、NGS を使って、メタゲノムっていう分野がかなり、盛んになっていて、例えば人の腸内細菌であったりとか、あとは環境中の微生物の、細菌層であったりとか、そういう特定の生物のゲノムではなくて、あるまとまった、DNA サンプルの中にどういう生物種がいるのかとか、どういう、遺伝子を持っているものがいるのかとか、あとはもしくはそこから RNA を抽出してどういう、遺伝子発現があるかっていうメタトランスクリプトームとかですね、あとは 16S だけ見て生物種の、なんでしょう、コンボジション、構成を、見るとかいうこともできるんですが、このデータベースはその SRA に登録されたメタゲノムのデータを全部、解析して、分類してっていうようなことをしているものになります。で、ちょっとまだこれ開発者の方に聞いてみたら、ID を入れたり論文の ID を入れたらどんどんそれのデータが出てこないですかって言ったら、今ちょっと作ってるところで出てこないというふうに言われちゃったんで、使ってみて検索してもちょっとまだうまくいかないなっていう時があるかもしれないんですが、例えばこういうふうに、それぞれのサンプルごとに、どういう、これはドメインとファイラムとクラスごとに、どういう生物種がいたかっていうような情報を解析した結果を見せてくれたりとか、そういうようなことが、できるようなものになっています。で、ですね、この講習で、実在シーケンサーデータベースの使い方ってことで、資料作ってるときに一番紹介したかった二次データベースがあってですね、これが EBI、RESTful RNA-Seq API ってことが、紙の資料にすいません、書いてなくてですね、なんで書いてないかっていうと、このサービスがここしばらくずっとメンテナンス中で使えなくてですね、しばらくしたら復活するかなと思って待ってるんですけど、復活しないので、ちょっと紹介だけになってしまって本当申し訳ないんですが、これはつい数ヶ月前ぐらいに、できたばっかりのサービスで、API とか何とかって書いてあるんですが、でドキュメントも見に行ったら、ちょっと今ドキュメント見れませんっていう風になってて本当にどうしようもない感じなんですが、一応前は使えたんですね。前は264生物種で26万ぐらいのシーケンスデータ、RNA シーケンスのデータを解析して、でそれがこう遺伝子ごとにどれぐらい発現しているかっていうような情報を、取ることができるっていうサービスになります。なので、例えばこのデータとさっきのチップシーケンスのデータを合わせて、ここで転写因子がくっついていて、ここで、この細胞でどれぐらい発現が上がっててとかっていうことを全然自分で解析しなくてもデータダウンロードしてきて、ブラウザにこうポイントを放り投げると、できるようになるはずです。ちょっとこれ、すいません。本当に紹介したかったんですが、しばらく動かなかったらちょっと聞いてみます。で、この講習会の資料ですね、ちょこちょこ、こうやってアップデートをしているので、もし本当に気になる方は私に言ってもらえれば使えるようになったよっていうお知らせとかしますし、ちょこちょこここのページ見に来ていただければ、これ、こういうデータのサービスこういうふうに使えますとかっていう情報もアップデートしていきたいなと思っています。でということで、二次データベースの紹介ということで、このいくつか、紹介させていただいて、本当はもっとたくさん、例えばですね、聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないですが、エンコードとかファントムとか、そういう大きい国際コンソーシアムでやってるような、ものは、プロジェクトのデータベースっていうものを持っていて、プロジェクトのデータベースに行くとその解析したデータベースが取れるっていう場合もあるので、実際に、多分皆さんがデータを探されるときは論文探してこのデータちょっと見てみたいなとかっていう時があると思うんですが、その時にプロジェクトのデータベースとかっていうのがもしあったら、そこに行って探してみると、データが取れるっていうようなことも割合最近は増えているように思います。で、これでいろんな
ただその、まあ、二次データベースってあの計算、こういうデータベースを作るには裏でこうたくさんあの計算を回して、解析をして、でそのデータを蓄えて、そのデータを見せるための、まあ、ブラウザーっていうか、まあ、ビューアーみたいなものを作らなきゃいけないっていうのがあるので、ちょっと大変なので、全部のデータがすぐこれで見られるようになるっていうのはまだちょっとできないかなと思います。でその場合やっぱり自分が使いたいデータがこういうところに行ってもないぞと。で、あの、よくよく探してみると、あの、ファスト Q の生のデータはあるらしいが、これはどうしていいかわからんぞっていうような方のために、最後にちょっとだけ Tips なんですが、最近は、あの、かなり、データ解析のための資料が増えてまして、で、いくつか、上げさせてもらったんですが、例えばこの、講習会ですね、講習会で、あの、まあ、この今日の午後にもありますけど、講習の、動画とか資料とかが、この統合 TV っていうところから、公開をされています。で、まあ、やっぱり資料を見ながらやるより、あの YouTube で動画見ながらやる方が結構はかどるので、もし本当にあのちょっと勉強してみたいぞっていう方はこちら使ってみていただければいいかなと思います。あと先月ぐらいに、東京でやってたんですが、NGS ハンズオン講習会っていう3週間ぐらい缶詰でやる気のないやつは来るなっていうすごいあの講習会があるんですね。で、あの本当にやる気がないやつは来るなって言うんですよ。びっくりするんですけど、でもそれぐらいあのハードコアなんですが、かなりみっちり教えてくれる講習会がありまして、でそれが、録画も多分もうすぐ出るのかな。で去年一昨年のやつは多分録画があると思います。2週間動画を見れる方はぜひこっちをあの使って講習していただければいいなと思います。それは冗談ですけど、あの資料も上がっているので、あのちょっと興味があるなっていう方はあの PDF とかでですね、あのこうやってやりますっていうのをすごい かなり細かく、書いてありますんで、こういうのを見ていただくのもいいかなと思います。であとさっきからずっとあの名前が出てきている DDBJ の方がですね、オンラインでその自分のコンピューターであのポチポチやらなくても、データをこうアップロードすると、解析をするパイプラインみたいなものを、作ってまして、でそういったものを使うっていう手段もあります。でこういうのは、チュートリアルとか、あとは、あのまあ講習の動画とかがこういうところにありますんで、こういうのを見ていただくのもいいかなと思います。でこれは多分、これ私が昔去年ぐらいかな、講習をした時に作った資料なんですが、これもあの、ソフトウェア、を自分でインストールしなくてもオンラインで簡単に、まあ、やれることは限られてるんですけど、簡単にできるようなデータ解析になっています。であとですね、これ紹介したいんですが、もし本当にあのデータ解析自分であのコンピューターなんか触ったことない、あのベンチでずっと実験だけしてるんだけどっていう、これすみません、アマゾンのページに飛んじゃうんですけど、こういう次世代シーケンサードライ解析標本っていう本がありまして、中身検査か、目次が出る、見えますかね、ちょっと見えにくいですね、すいません。ここ目次のところにですね、あの Mac の買い方からあの書いてありまして、本当冗談みたいなんですけど、本当に Mac の買い方から書いてあってですね、であの私もここにあの公開データの選び方という 今あのお話ししたような内容に近いことで、あと途中であの言ったあの圧縮されたデータの使い方みたいな話があったと思うんですけど、それがここに書いてあります。で、この発現解析、疾患ゲノム解析、これゲノムの多型解析ですね。あとはエピゲノム解析、それから、あとは論文別の、これがですね、あの作図のコマンドっていうのがあって、あの、それぞれ論文を実際にパブリッシュされた方が、その中で書いたこういうプロットをどうやって書いたかっていうのを全部コードが書いてある。っていう素晴らしいって言って自画自賛なんですけど、こういうものがあります。これすごい評判がいい。でこの、本の僕が本当に好きなところはですね、研究者の妻のドライ解析奮闘日記っていうのがありまして、これ何かというと、あの研究者の奥さんで研究者でも全然何でもない人がこの本を読んだら本当にデータの解析ができるのかっていうのをやったっていう企画なんですね。で
すごい途中ですごいなんかこうめちゃ夫婦喧嘩とかしてて すごい読み物としても面白いですけど、でもやれば奥さんでもできるっていうことがここで証明されてまして、あと女優がやってみたとかっていうのもあるんですね。女優さんですよ本当に。でこういう本があります。でもし多分生協とかに売ってるような気がするので、もし見かけたら立ち読みでもいいんでぜひ読んでいただければ。でもこれは本当に全然コンピューター触ったことがない人でもデータの解析をして論文の図が書けますっていうところを目指した本なので、多少できる人にはちょっと物足りないところもあるかもしれないですけど、まあ、こういう本が出てくるぐらいにはやっぱりいろんな解析の知識っていうのが溜まってきているので、興味のある方はそういうのを探してみると、自分でデータをダウンロードして解析するということもできるようになるかなと、思っています。私も実は本当にこんな講習とかしてますけど、昔はずっとバリバリウエットでコンピューターなんか全然触ったことなかったんですけど、こういうセンターに来て叩き込まれてこういうなんか偉そうな講習なんかしてますけど、本当にやればできるので、こういうデータを使って自分の研究に使ってみたいなって思う方はぜひ、やってみてください。もしなんかちょっと分かんないとか相談に乗ってほしいとかあったら私とかうちのセンターの人間でよければ対応できますんで、問い合わせくださいということで、時間ですね。はい、以上で終了です。お疲れ様でした。ありがとうございます。